あ、お魚、お肉、お野菜もいろいろ商品が揃ってます。もっとなるほど島根ゼミ。こんばんは、島根スーパー大使の吉田です。島根のなるほどをもっと楽しく学ぶ島根ゼミ、今回は進んでいます小さな拠点作り、助手は原田さんです。皆さんは島根県で進められている小さな拠点作りを知っていますか？今回は島根県中山間地域離島振興課の服部さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい。小さな拠点作りとは、旧小学校区の公民館エリアを基本として地域の皆さんが主体となって地域課題に解決に取り組み、安心して暮らせる環境を作ることを言います。例えばこちら、いろいろな商品が並んでますね。はい。ここ浜田市岡見地区では、数年前に地区内唯一のスーパーマーケットが閉店し、日常生活に欠かせない買い物をどうしていくかということが課題となりました。いつも利用している店がなくなると困りますよね。そこで地域の皆さんで作る岡見地区まちづくり推進委員会が買い物支援に乗り出しました。近隣のスーパーマーケットが運行する移動販売車を地域住民が主体となって誘致。さらに住民自らが地元食材などの販売を始め、週に一度開かれるワクワクマーケットが誕生しました。やっぱり来てもらうと助かります。車のない人は、ね、これここ楽しみにね、活用しとると思いますよ。はい。ワクワクマーケットは地域に欠かせないものになっているんですね。他にどのような取り組みが行われているんですか？邑南町アスナ口場地区では、車の運転を控えている方や車を持っていない方などの移動手段、いわゆる生活交通を確保するため、必要な時に気軽に利用できるデマンド型送迎サービス、ハスミデマンドを導入しました。運行するのは NPO 法人ハスミ振興会。アスナ口場地区に共通する課題を共有し、地域課題解決に向けた取り組みを進めています。買い物をしたり、デマンドは本当に助かっておりますよ。主人が免許証返納しましてから、これ頼りにさせてもらってます。地域の皆さんが主体となって課題を解決しているんですね。他にも未来に向けた地域の取り組みも行われています。豪津市桜江地区では、長らく空き家となっていた本屋を若者の感性でモダンなデザインに改修し、地域交流拠点スリーカラーズをオープンしました。皆さんが集って会議をやったり、本を読んだり、バスを待ったりする場所になっています。この場所で多世代間交流が行われれば一番嬉しいと思っています。様々な取り組みが進む小さな拠点作り、ますます目が離せませんね。もっとなるほど島メール、服部さんからメッセージ。何？小さな拠点作りの取り組みを詳しく紹介する特別番組、実践小さな拠点作りを放送します。初回は2月15日21時54分見逃せないですね。次回は羽ばたけ若きアスリートです。今日はここまで。それではまた来週。